はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、メガモンの大魔王デスタムーアね、デスタムーアの第二形態ですけれど、ようやく S が4つ分揃いました。これまでの討伐数や各ランクのドロップ数などを見ていきたいと思います。というわけで、まあ S4 つ揃ったんですけれど、はい、倒した数がですね、74ということでございました。で、まあ今回幸いにですね、直 S が3つ来ました。まあそれ以外はですね、A が1、B が11、C 11、18、D 44ということで、まあちょっとね、A がなんか少ないような気もしますけれど、まあとりあえずね、直 S 3つということで、まあ合計ね、77個ということでございます。まあ討伐数より多いのは、広告でですね、まあさらにプラスでもらえるのが何回かあったということでございます。というわけでですね、まあちょっと、はい、まあデスタムーはね、まあ今後、まあ8月上旬まで湧いているのかな。まあとりあえず4つ先に揃いました。で、デュランなんですけれど、はい、ちょっとこちらは沼っております。まあ一応今 S3 つ分揃ったんですけれど、倒した数がですね、92匹となっております。あとね、S1 個なんですけれど、まあちょっと、これは100を超える可能性が結構あるとは思いますけれど、ということで、まあちょっとね、攻防の画面を、出していきたいと思います。ということで、こちらの画面になります。はい、心のね、グレードアップ画面なんですけれど、こちらですね。はい、キラーマシンのね、心がまあたくさんありまして、その下に、デスタムーアの心になります。はい、上にあります。ちょっと黒いのがですね、S になります。はい。で、まあこの S3 つがですね、まあ直 S になります。で、A が1個、B がまあ下に11個、C18 と、まあ D44個とまあ続いているわけでございます。ということで、まあちょっとね、この、ここから B、C、D をグレードアップしてですね、A を5個にしたいと思います。というわけで、ちょっとその部分はカットしたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、ということで A が5つになりましたので、ここでグレードアップをしていきたいと思います。はい、ちょっとね、このグレードアップは見届けたいと思います。はい、というわけでデスタムーアの心 S を見ていきたいと思います。はい、コストが144ですね。で、まぁ、ちょっと画面が切れてて見にくいんですけれど、最大 HP が145。まぁ、これはもうトップクラスですよね。あと力123もね、すごい強いですよね。あとは身の守り82。まぁ、これは十分でしょう。まぁ、素早さがね、ちょっと切れてて見えないかな。素早さ57っていうのがね、ちょっと、まぁ、低いですけど、まぁ、ここはね、ある程度仕方ないかなと思います。で、特殊効果なんですけれど、スキルの斬撃対義ダメージ、プラス 7%。あとはですね、ドルマとギラが、ドルマ、ギラ、ジバリアがですね、まあ、それぞれ、斬撃対義ダメージプラス 5% とつきますし、まあ、3属性はね、使えるということで、あと一番下なんですけれど、はい、ちょっとこれは見えないかな、ゴッドレイジ発動率プラス 4% ということで、まあ、ゴッドハンドを使うと、まあ、これがね、加算されるということになります。まあ、ちょっとね、4% で、発動率のね、差を、まあ、これのあるとなしで、ね、ちょっとよくわからない、4% ぐらいだとちょっとわからないかもしれませんけれど、まあ、それでもね、そういうのが、まあ、あるということなので、まあ、ゴッドハンドにはね、使いやすい心なのかもしれませんということで、とりあえずね、まあ、結構順調には揃いましたね。私はデュランの方がですね、まだちょっと揃っておりませんので、まあ、今後もですね、引き続き、メガモン狩りの方をしていきたいと思います。というわけで、まあ、何らかの幸いになれば幸いです。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ！